プランジャーはアメリカ海軍の原子力潜水艦、パーミット級原子力潜水艦の3番艦。その名を持つ艦としては、ポーパス級潜水艦8番艦以来3隻目。プランジャーの建造は1959年3月23日にメアアイランド海軍造船所に発注され、1960年3月2日に寄港した。当初は、 SSGN として建造される予定であったが、寄港時までに SSN へ変更される。1961年12月9日に、クリントン・ P ・アンダーソン夫人によって、命名、浸水し、1962年11月21日に、ウィリアム・ウェム・アダムズ・ジュニア艦長の指揮下収益した。11月27日に、ピュージェット・湾での、魚雷発射艦及び、 超音機器の試験を行った後、プランジャーは1963年1月5日に、メアアイランドを出港し、新珠湾に向けて、成長巡航を行う。プランジャーは、メアアイランドを母校としてソナーを呼びかけ、完成システムの試験を行い、4月1日に母校を、新珠湾に変更、第71潜水艦船,船体司令部機関となる。プランジャーは、性能試験を継続し、 最新型攻撃源泉としての評価が行われた。春から夏にかけて、西海岸を切れ、作戦活動に従事し、1964年9月15日に、ウェイク島に向かい、潜水艦船体のミサイル発射評価試験を行った。1965年1月に、プランジャーは、真珠湾に戻り、ドナルド・ホーニング博士に、 海軍の対潜水艦船最新兵器システムの能力をデモンストレーションするために選ばれた。ウェイク島で5月に潜水艦船隊の訓練試験 CS-17 に参加する。9月には西太平洋配備の準備に入り、1966年半ばまで西太平洋で活動した。この配備の間にプランジャーはアン、 B99-1 ソナーシステムの評価試験を行い、沖縄とスウビック海軍基地を訪れている。また、対潜水艦船訓練及び海洋調査、港湾調査を行った。1967年、第7潜水船隊と共に、プランジャーは、新珠湾で、太平洋艦隊での対潜水艦船訓練の準備を行う。3月6日から22日まで、 対潜水艦船訓練に参加し、その後も訓練活動を継続した。真珠湾での停泊期間に、プランジャーは艦隊訓練計画に従事した。1967年の後半は、ビュージェットサウンドを母校とし、1968年2月1日に、真珠湾に戻る。1986年には、マージョリー・ステレット戦艦基金賞を受賞した。 プランジャーは1989年2月10日に不活性化が行われ、1990年1月3日に退役、1990年2月2日に除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムの下1995年1月5日に解体が始まり、1996年3月8日に作業は完了した。 ありがとうございます。